ロナルド・アントニオ・サリバンは、イングランドのスヌーカー選手。本来の利き腕は右腕だが、状況によっては、左腕で球をつくことも多く、ビリヤード界でも珍しい両腕使い。テレビ中継などでは、左を多用するときは、調子が悪いと解説されることも多いが、左腕だけでも波のプロ選手をはるかに上回る、精度のプレーを行うことができる驚異的な能力を持つ。 また他のプレイヤーと比較しても非常にプレイが早い傾向があるためロケットロニーと称されている。1997年4月21日に開催された世界選手権ではマキシマムブレイクをわずか5分20秒で達成しプロスヌーカートーナメントで最速の147点としてギネス記録に認定された。これは2017現在でも最速の記録である。 プライベートではカーマニアで過去に BBC の自動車番組トップギアでは有名人が市販車でサーキットを走ってタイムを競う人気企画スタイン A リーザナブリープライスドカーに登場試行記録を残している。また2016年には初のミステリー小説を出版している。などありがとうございます。